アイベルシュタットは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の市で、アイベルシュタット行政共同体の本部所在地である。アイベルシュタットは、マイン川沿いのワイン街であり、大学都市ビュルツブルグに隣接する、社会資本の整った町である。本市は、公式には2つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除いた集落は、 クビユのアイベルシュタット地区のみである。この町の創設はカール大帝の時代787年に遡る。1434年に皇帝ジギスムントによってアイベルシュタットに都市圏が授けられ、これ以後アイベルシュタットの市民はフス派に対する戦いを援助し成功を収めた。アイベルシュタットはビュルツブルグ市教区の市教座聖堂参事会の 所領として1803年1 8 0 3年にまず、バイエルン大公領に世俗化された。その後、プレスブルクの和訳に基づいて、トスカーナ大公フェルディナンド三世によって創設された、ビュルツブルグ大公国領に移されたが、1814年に、最終的に、バイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の、 市長村例により現在の自治体が成立した。アイベルシュタット市の第一市長はマルクスシェンクである。市議会は15人の議員からなる。ズガラ、金字に金の冠を被り赤い爪で威嚇する黒い獅子の半身。その周りを取り囲むように、だが左側が開いた形で緑のブドウの鶴が伸びる。鶴には緑の葉と青い房があり、獅子が前足でこれを掴んでいる。 以前は帝国霊園であった,アった。アイベルシュタットは1 9 9 6年からビルツブルグ市教領になった。1803年の旧帝国終焉までアイベルシュタットの統治権はビルツブルグ市教座協会参事会主席と参事会の間で分割されていた。1434年に皇帝ジギスムンとはこの町に都市権と市賞を授与した。紋章のブドウの鶴は 今日でもこの町の主要な経済分野である、ぶどう栽培を表している。この紋章は、バイエルンでぶどうをモチーフにした、最も古い例である。獅子は皇帝、ジギスムントが、ボヘミア出身であることから、ボヘミアの獅子に由来する。紋章のデザインは、これが授与された時からほとんど変更されていない。1820年からの一時期。 獅子がグリフィンであると誤って解釈されていた時期がある。色については長い間定められていなかった。1920年代にも銀字に赤い冠を被り、赤い爪で威嚇する黒い獅子が描かれ、ぶどうの房が金色で描かれていた。現行の紋章は1987年に確定したものである。アイベルシュタットのマインボンこの街は、 連邦アウトバーン A3 号線のビュルツブルグ、ランダースワッカー。最寄りの鉄道駅は、トロイヒトリンゲンビュルツブルグ線のビンターハウゼン駅で、アイベルシュタットから約4キロメートルの位置にある。ありがとうございます。